皆様お疲れ様でございます。今日はですね、仕事終わった一人カルビ焼肉を楽しもうかなと。とりあえずね、プレモルっすね。仕事終わりまして、はい、乾杯。ビッサラマティザナース。はい。いやね、まあちょっとね、今日はね、映画の話をね、しましょうかね。前もなんか料理作りながら映画の話したんだけど、やっぱ自分はこう人間がこう生きる意味だとかね、どうして生きてんだろうかとかね、生きる存在価値とか充実感とかね、生きることとか死ぬこととかをね、なんかこうガツンとヘビーに考える映画が好きなんですよ。そういうなんかディズニーみたいなのダメだよ、なんかね。まあたまにはああいうのもいいのかもしれないんだけどさ、まあそういうことでやっぱね、前もちらっと話したんですけど、やっぱディアハンターが自分は良かったですね。上映されて全米であれ見た人が、若者がピストル自殺がしたのね。何人もピストル自殺が増えて、それで全米で上映禁止になりましたよね。ロバート・デ・ニーロ、ディアハンターね。まあこれはやっぱベトナム戦争をね、題材にしたもので、ベトナム戦争だとか戦争もので、やっぱりね、こういうなんかいろんなものを作られたんだけど、やっぱいろいろな意見があるんだけど、俺はやっぱアメリカ民主的な国だなとね、思いましたよね。やっぱりね、戦争反対、戦争の悲惨さをね、こんな風にね訴えてるっていうのはね。まあ古いやつでタクシードライバーなんかもね、そうね、あれベトナム戦争で、自分の生きる意味とか失っちゃったっていうね、すごい映画だったですね。ギャングが拳銃向けられて、思わず手をほら防御して手前に出すじゃない。その指がね、銃弾で弾けるシーンとか、わすごいなって、なんかこう、あ、この監督こういう作り方ってすごいなとかっていうのもね、そういうその監督のね、あれもありますね。あ、今ね、キムチ作ってるんですよ、これ。キムチはね、市販のやつ甘くてね嫌いなんで、自家製の作ってますね。この豆板醤いろいろ使ったんだけど、この豆板醤がなんか自分は好きですね。豆板とコチ、豆板多めでコチはねちょっとだけ入れてね、自分のね、なんかね、やりたくてやったんじゃないんですけど、なんか自然発生的に、毎週俺のね会員制料理クラブみたいのができちゃってね、1人1500円もらって飯食わすんですよ、簡単な話で。それ好評でね、このキムチがね、だからまあ作ってやろうかなっていう、ちょっと今から作っといてね、仕込んどいてやろうかなと思うね。スーパー行って白菜買ってきたからね。まあそれでさっきの話の続きなんですけど、あとベトナム戦争プラトンね、これも衝撃的だったですよね。
結局のところね、あ、仲間内で殺し合いが始まっちゃうみたいなね。あとはベトナム戦争じゃないですけどね、あの湾岸戦争で、ハートロッカーとかね、ブラックホークダウンとかね、これもすごかったね。で、これニンニクね、ニンニクはね、スペインのやつ、スペイン、青森よりスペインのがね、辛いじゃない、ピリッと。それでまあ100円だからね、うん、このピリッとした感覚がいいから、青森じゃなくね、スペインのばっかり買ってますね、ニンニクはね。あんまり入れっとね、次の日デートできなくなっちゃうからとか、なんとかいいな、作ってますけど、はい。あとそのベトナム戦争で、あのジェイコブズ・ラダーっていう映画があってね、なこれはあの日本は戦争、あの戦争の士気を高めるために兵隊に薬がね、興奮剤みたいな、幻覚剤みたいなのね、なんか投与されてたよっていう話で、その後遺症でね、なんか白チュームを見てしまうね、幻を見てしまうね。これね、なんかね、恐ろしかったですね。なんかとても神経に触るっていうのかな、なんていうのかな、神経に入り込んでくるっていうのかな。何が現実で何が現実でないのかが分かんなくなっちゃって、あのシャッターアイランドなんかもそうだったよね。シャッターアイランドは戦争ものじゃないんだけど、その幻想的なね、幻想的なものでね、幻想、ああいう幻覚とみたいなね、現実と幻想が入れ混ざったみたいなのっていうのもね、すごいすごい発想だなっていうか思いましたね。あ、同じようなので、その幻想的なものっていうとザッセルっていうのがあったよね。これは猟奇殺人犯の話なんだけど、最初に話した通り、この人間がなんで生きるのかとか、そういうね、なんか結構ヘビーなテーマみたいなの自分好きなんでね、だから羊たちの沈黙は良かったですよ。いつの時代でもね、あのベストセラーになるのはね、あのホラーなんですよね。エクソシストもそうでしょ、それとあのリング、日本で言えばね、だそうやって、あとなんだっけ、あ、フレディ・クルーガーだっけ、なんだっけ、ほら金曜日のなんちゃら、 あれなんかもベストセラーだったよね。まあそんなのがありましたよと。それで、あの羊たちの沈黙がね、あの面白かったのは、まあサイコっていう分野なんだけど、まあヒチコック昔サイコっていうのを作ったんだけど、そう、それとまた別にね、な、あの犯罪者に同じような犯行、要はシリアルキラー、連続殺人犯のあのプロファイルを依頼するっていう発想が面白いなと思ってね、こんなことを本当にするのかなと思ったら、本当に FBI はするんだってね。でそれでへーと思いましたね。原作の元になるやつもう読みましたよね。 FBI 心理分析官でしたっけ。へーと思いましたけどね。でもあの厳密には心理分析っていうより行動科学なんでしょ、あれ。心理学にはあの心理学の心理学と社会学の心理学ってあるんですよ。で、あの心理学の心理学はね、大脳生理学とか医学的な
見地から見るわけね。例えば統合失調症であったりするタイプはその脳の海馬っていう部分が縮小しているとかね、そういう見地から見るわけね。で社会心理学は類型パターン作ったりとかね、その人の行動特性なりとかをね、統計に近いような形で収集して科学分析するんですよ。で羊たちの沈黙でレクター博士だ、ハンニバルレクターがね、クラリス・スターリングっていうジョディ・フォスターですよね、にのこうは初めて会った時に なんかこう安っぽい靴を履いていて、てそれは君は高校時代はこんなんだったんじゃねえかとか、あんなんだったんじゃねえかとかっていう、なんかこうフィードバックをするのね。要は推察をするわけ、外見からね。なんか典型的なパターンに当てはめるっていうのがね、これはねフロイト式フィードバックっていうんですよ。これ流行ったね。アメリカで一時期そのパターンの心理分析官みたいなシリーズのテレビドラマできたよね。なんかね、風の主題歌風の曲入れたりしながらね、なんかチラッと見たことあったけど、ね、でもねその類型に当てはめるっていうのも大事なんだけど、それに頼るとね細かい部分を新しい発見を見落とすから、あんまりあれにね固執しない方がいいですよ。本当に専門的にねプロファイルやりたいっていう人はね。じゃあそれをまあとりあえず置いといて、だその羊たちの沈黙でしょ、あとはセブンなんかもよかったね。ブラッド・ピット上手だよね、演技が上手っつうか存在感がいいよね。あとザ・セル、ジェイコブズ・ザ・ラダーなんかもね、人間の深層心理に入っていくみたいな、シャッター・アイランドなんかもそうか。なんかこの辺はなんかググッとなんか来ましたね。まああんまりなんかねピュアな女の子なんつうのかな、子供は見ない方がいいっすね。なんか気狂いそうになりますね、このここら辺の映画はね、うん、はい。それでまああとそのあの世であるとかその精神世界なのかねわからないんだけど、ヘルレイザーなんかもねスプラッターなんですけどね、最初見た時ねびっくりしたんだけどね、仲間からねの部屋、仲間の部屋で昔ね若い頃見せられてね、なんだこれってこうなんかもうモロスプラッターっすよ。もう血が飛び出てのそんなすさまじいだけど、そのねなんか幻想的なね迷宮に入り込むんですけど、それがねすごくね、もしあの世とか地獄があるんだったらこんな感じなのかなっていうようなね、なんかそれは一つのアイデアですよね。なんかそれを映像化したっていうのがこれもすごい発想だなとね思いましたね。ヘルレイザーっていくつかシリーズが
あってね、俺どれが良かったか覚えてないんだけど、なんかほら広大な迷宮に入ってきたやつ、あれはねすごかったなと思いましたね。あとその人間の心理みたいなもんで、あのカナダの映画でキューブっていうのがあってね、あれはね低予算で作っててね、あ上手だなと思ったよね。あこういう映画もあるんだなと思って、何人かの人がのそれぞれの個性が上手に描かれていてね。でそこにさ、ちょっと知的障害の子がいて、その子がさ素数プライムナンバーをさ暗記してるっていうのがさ、あすごいなと思いましたよね。これなかなか日本の作家とか監督とかだと発想を及ばないよね。ここで数学的なそんなものが出てくるとかね。素数ってね、要は簡単に言うと奇数ですよ。奇数と違うのが何だっけ、2が入るんだっけ。素数って呼ぶんですけど、これは永遠に出る数字じゃない。ずっともう無限に出数字は無限にあって、同じく素数も無限に出てくるわけね。でここの素数の出現に規則性はあるのかっていう話なんですよ。素数はある一定のとこ規則正しく出てくるんだけど、突然なんかずっとね出てこなかったりするのね。かと思うとまたポンポンと出てきたりするわけで、世界中の天才科学者がね、数学者が、あこれ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 まあ比較的安いでしょ、これはね花正で買ったんですよ、業務用のやつね。これでまあ一人焼肉これでいいかなと、こんなに食うかなと思いながらね、まあ食っちゃうんですけどね結果として。で世界中の数学者がその素数のね出現に規則性あるのかとかって研究してるんですけどね。でね、まあなんでそんなことに あんたは興味を抱くのとかって、こういうそういう話よく質問されるんですけど、俺からするとね、なんで興味持たないのって逆にそれがすごく不思議なんですよね。素数の出現率が解明されてないから。あこれね、焼肉のタレね初めて買ってみたんですよ。なんか200円ぐらいで安かったんだよね。全然期待してなかったんだけど、これねうまかったこれねピアゴで買ったんだ。そうそうそう。でその素数の話ねが解明されてないから、我々の要は電子マネーがクレジット決済とかね、クレジットカードを入力した時に何桁だったかな、バッとね素数で暗号化された数字が出るんですよ。でこれが素数の出現率が解明されてない、まあ簡単に言うと素数が謎だから我々の電子マネーは守られているんですよ。そんなね謎めいたことをね知らないまんま生きていられるなみんなっていうのがまあ自分のね疑問なんですけど、あこれはね塩ね、これも花マスで買った安いやつ200円ぐらいのやつ、これちょっと気に入っちゃってね、
それごま油に塩で、あ、塩、要は塩だれと、あれを買ってきた市販のタレね、で2つの味で楽しもうかな、味変で楽しもうかなっていう作戦ですね。それでこれ牛脂ね、牛脂もらってきたんでね、ガバッとねもらってきました、ね、でこいつをで油敷いてね焼こうと。でその素数、素数のだからその謎は解けてないんですよね。だから我々のクレジット決済とかね、電子マネーの個人情報が守られているっていうことなんですけどね。はい。でそのなんかの映画にね、その素数の問題が入ってくると。なその素数はこういう意味があるっていうのはその映画の中では全然全然というかほとんど語られることはないんだけど、その背景にあるものを知ってる人たちが見るとおおっと思うよね、やっぱね。でまあこんなこと言うと怒られるかもしれないけど、日本人は比較的そういうやっぱ知識が低いね。だから映画でその素数がポロンとそんなような素数が出てきたりなんだりってこうないよね。でこの間ねインターステラーっていうのを見たんですよね。長い映画なんだけど、まあこういうなんかまあ、最近はなんかアニメかなんかでほら時空を超えるだとか違う次元とかっていうのもさ、まあ最近つか昔もあったから、ウルトラセブンかなんかにもあったけど、だけどそれをもっと科学的にこう作った映画っていうのがインターステラーで、あ、すごいなと思いましたね。その次元っていうと分かりにくいんだよ。3次元4次元とかっていうとなかなか理解できない。これはね空間であるとか場所っていうふうに考えた方がいいんじゃないかな。そうすると分かりやすいかなって。カルビね、まあ当然めちゃ牛脂も入れたからな、脂っぽいんですけどね、こいつをねタレにねかけてね、白飯でね、炊きたての白飯で食うというね、これねどう考えてもね外れのないねいただき方でね。宇宙では時間がね、地球にいる時よりも時間がゆっくり過ぎるんだよね。あ、これはもう炊きたての飯ですよ。白い飯、銀シャリ。これね、たまらない方がありますよ、ね。もうこんなん食ってるとね、もう絶対ね、なんかね、宇宙なんか行きたくないですよね。もう地球でね、カルビを食っていう、地球の次元でカルビを食っていたいですよ。私はね、死ぬまでね、これ寿司だ、うまい寿司だ、うまい焼肉だって食っていたい。これね、これやばいうまいっすよ、これ。うわーって、ひゃーって、ひゅーって、やばい。あー、どうしよう。うわ、これね、ほんと贅沢ですね。もう低賃金労働者でも、ね、俺が働く意味はね、こういううまいものをね、食うためにね、働いています。これですよ、これ。どうすか。それでね、宇宙にいるとね、そう、時間がね、遅くなるんで。それをだから何十年も宇宙にいた人が地球に帰ってくるとね、
あの年取ってないっていう、あんまりほとんど年取ってないっていうね。だからそれももうあの SF 中より科学的に立証されているものだから、なんかこうほらまるでトンチンカンな科学的なね裏付けがないとなんかこう浅いじゃない、感動とかがさ。それがさ、もしかしたらこういうことあるかもねっていうようなほらリアリティがあると、あ、ドキッとするね。で、インターステラーっていうのはね、本当にその科学的な、あ、いろいろなね、こう裏付けっていうのをね、まあやっぱそれは作り物ですよ。まあ SF ですけどね。まあそれでもなんか迫力ありましたね。